はい、あるです、おはようございます、今日はですね、珍重ですね、はい、まあ、ちょっと珍重なんで、取れるかどうかわからないんですけど、出てるという噂が、あるんで、ちょっとそこのフィールドに行ってきてですね、取れたらいいかなと、思っております。はい、で今日のセットなんですけど、今日のセットは普通に、いつものセットですね、D500 と、556で取っていきたいなと思ってるんですけど、珍重が現れてくれたら動画にはできるんですけど、なかなかちょっと現れてくれなかったら動画にひょっとしたらなってないかもわからないんですけど、はい、一応ちょっと期待しながら、期待せん方がいいかな、あんまり期待して出た試しないんで、出てくれたらラッキーかなぐらいの感じで、行っていきたいなと、思います。はい、それでは、行ってきます。寒い。到着したんですけど、まだちょっといる気配は、ないですね。はい、ちょっとまだ来たばっかりなんで、ちょっと粘ってみようと、はい、思います。寒い。はい、ということで行ってきました。結果は、朝から、昼まで、4時間半ぐらいかな4時間半ぐらい粘ったんですけど、惨敗でした。はい、もう最近トリウムがすごい悪いです。はい、動画にせんでもよかったんですけど、坊主があるっていうのもリアルかなと思って、小鳥は数は、いつものような感じで取れたんですけど、メインの、狙いに行った珍重は、全く取れませんでした。はい、で久々にD500 持ってったんで、動画の方ですね、4K 動画の方、これも D500 で撮った久々やったんで、小鳥が、目の前に来てくれたんで、それをですね、4K 動画で、撮りながら、遊んだ一日やったなと、はい、っていう感じですね。普通のです。
なんかまあ緊張やからね、まあそんなボコボコ出てきたら緊張ちゃうやっけっていう話なんで、まあひょっとしたらもう抜けちゃったんかなって思うんですけど、まあ3月まだ頭なんで、まあそれも考えにくいんですけど、まあ可能性もやっぱり抜けちゃった可能性もあるんで、まあひょっとしたらそうかもしれないんで、まあちょっと懲りずにですね、まあちょっといろんな情報を集めながら、まあもし、まあ出てるような情報があればですね、まあちょっとまたぜひリベンジしたいなと、まあ思ってるんですけど、まあちょっと予定等もまあ、あるんで、まあその辺ちょっといつ行けるかわからないんですけど、まあまあ季節のもんもまああるんで、まあ四六時中まあ行けないんで、まあ自然のもんなんで、はい、またタイミング合えば、まあ行きたいと思います。はい、ということで、まあ今回の動画、まあ終わりたいと思います。こんな動画ですいません。はい、それでは、お疲れ様でした。